はい、今日から優しいニュースがリニューアルということで、その門出に花を添えられたらと思い、大阪の桜の名所鶴見緑地にやってきました。桜が見事に咲いています。時折風が吹くと花びらがひらひらと舞って、それもまた風情があるんですよね、うん、趣ありますね。今日はここ鶴見緑地からここの花の桜の楽しみ方3つご紹介します。教えてください。まず1つ目はこの距離感、桜との距離が近いということなんです。確かに。どうしてこんなに近く見られるのか、ちゃんと理由があるんです、はい、あちらの枝ご覧いただくと、うん、低い位置から枝が伸びているのが分かるでしょうか。分かりますよ。本来ですね、街中で見る桜というのは、はい、こう歩いていると通行の妨げになるということで、低い位置の枝は切ってしまうそうなんですね、はいはいはい、ただここは公園ですので、低い位置からこう枝が伸びてきて、この近さで楽しむことができます。なのでお子さんもこう近くで見られますし、写真を撮るときなんかもいいですよね。いいですよね、うん、大きな花びら撮れますもんね、はい、写真でね。そうなんです。そして楽しみ方2つ目のポイントは、はいはい、桜を長く楽しめるということです。こちらの鶴見緑地には10品種以上1100本の桜が植えられているんですが、うん、こちらご覧ください。今ソメイヨシノが満開、見ごろを迎えています、はいはい、その前に見ごろを迎えたのがヨウコウ、1週間ほど前にピークでした。その時の映像がこちらです。ソメイヨシノに比べるとちょっと濃いピンク色をしていまして、どこかで撮影感も感じるんですよね、はい、さらに遡りますと、はいはい、オカメ桜、そしてさらに早いのが河津桜、ね、ここまで行くとなんと2月下旬から楽しめて、はいはい、4月下旬八重桜まで楽しめますので、2ヶ月間にわたって桜が楽しめるということなんですよ。河津桜はね、やはりね、こう1週間くらいで、はい、1週間くらいでこう桜というのは、まあ、散ってしまいますから、よりいろんな品種が楽しめるというのが魅力かなと思いますね。いいですね。さあ3つ目のポイントをお伝えする前に、はいはい、うん、ここ大阪以外に京都や兵庫でとっておきの桜の映像を撮影してまいりましたので、こちらの映像をご覧ください。京都市にある世界遺産醍醐寺、秀吉が愛した桜として有名な推定樹齢180年を超えるしだれ桜や、京都で最も古いと言われるソメイヨシノなど、およそ700本の桜が境内を華やかに彩ります。府内で最も古い建造物、国宝五重塔など、歴史的な建造物とともに楽しむことができます。お寺と花ってありますよね。兵庫県の小野市にあるのは、関西でトップクラスの長さを誇る桜の名所、小野桜堤回廊です。歩いてみたいな、ゆっくり。加古川沿いの堤防に5品種、およそ650本の桜が並びます。うわー、気持ちいいでしょうね。桜のトンネルなど、およそ4キロ続く景色は圧巻です。綺麗だわ。どこも綺麗ですよね、はい、うん、綺麗です。さて、花の桜の楽しみ方3つ目のポイントをご紹介します。それは過去と未来を感じられるというところです。ここ鶴見緑地では、かつて1990年に国際花と緑の博覧会というイベントが、ね、行われまして、ありましたよ、花博。その際に花や木をこう集められて、それが残っているということなんですね。そして未来という部分に関しては、2025年の大阪・関西万博に向けて桜のある取り組みが行われているんです。2025年にちなんで2025本の桜を大阪府内に植えようというプロジェクトなんですけれども、こちらはですね、2年前に植樹式が行われました。吉村知事が実際に桜を植えて、その2年後徐々にこう成長している様子もここで感じることができる、まさにですね、3年後万博の時にどんな風に桜が咲いているのか、まあ、そんなことも想像しながら過去と未来を同時に楽しめると
という場所なんですね。まあ、今日から優しいニースがリニューアルするということで、まあ、今まで見てくださっていた方も、そしてこれから見てくださっている方にも優しく分かりやすくお伝えできればと思います。今日は鶴見緑地から中継でお伝えしました。やっぱりお花っていいです。特に桜は ね、いいですね。はい、しばらくお花見日和続きそうですよ、まだ、はい、ご視聴ありがとうございましたけど。